はい。皆さん、こんにちは。今日は、なんと、プラグインで、本当の意味で、AI らしいプラグインが発表になりました。早速、どんなプラグインかご紹介していきたいと思います。約1分ほど前置きをしますので、最後まで聞いていってください。今日紹介するソフトウェアは、ソナーワークスという会社の、サウンド ID Voice AI というソフトです。 一口に言えばボイスチェンジャーのようなソフトなんですがボイスチェンジャーって言ったらそんなに珍しくもありません AI を使ったボイスチェンジャーというのは今までもたくさん出てきましたがまず1個目はプロの歌手が歌ったようなニュアンスも含めてボイスチェンジができるこれが1つですそして2つ目ボイスだけじゃなくってボイスパーカッションのように 楽器の真似をしたその音声でいろんなインシュールメントいわゆる楽器ですねサックスであったりギターであったりそんな感じに変更ができるというソフトなんですこれぞ AI ならではというようなプラグインになっていますプラグインで AI といえばアイドトープのオゾンとかのように音を聞いてイコライジングを変えたりとか 音圧を適正に持っていったりというようなエフェクトというのが多いでしたそういう AI が出た後はシンセサイダー V のような音声合成 AI これを使ったようなソフトがいろいろ出てきましたそして今音楽の中で AI というのはスノ o n a i やユーディオのようなもう音楽自身を作る AI というのが出てきた中で DAW のプラグインの AI というのはちょっと僕の中では遅れてきたというような感覚がありました色々いろいろ AI を使ったメロディーができるとか言うんですが僕にとっては感動的なものはここしばらくはなかったんですが今日のこのソフトはとっても感動できるタイプのソフトです皆さんも使ってみましょうそしてこのソフトのいいところは まずは無料でクレジットを与えてくれてそしてテストをすることができますそのテストは1週間です1週間経てばなくなりますのでその辺のところご注意くださいそれ以上のプライスのお話なんかはまた後半の方でもう一度お話をしたいと思いますではまず早速やっていきましょう今日はどういうふうなことをするかというと その AI で作った音楽があります。それをボーカルと伴奏というように分けて、ボーカルを抽出したもの。それがあります。ちょっと元のファイルを聞いていただきましょう。

この部分でテストをしていいきたいと思います。何せ僕もまだ課金はしていませんですからプレゼントされたクレジットがある分ということであんまり長い音楽をすることはできませんので皆さんに分かりやすい部分をやりましたどうしてこの部分を選んだかと言いましたら日本語も英語もあるこのフレーズをやってみたいと思います なんと日本語でもできるんです。じゃあもう一度そこの部分を聴いていただきましょう。青い上側ですね。ここをボーカルだけという風にしています。そして黄色いこのトラックですね。これ伴奏です。ちょっとわかりやすくひっつけておきましょう。これで聴いていただきます。まこんな感じです。 これをどのようにしていったかというのをお話しします。一番上の青いトラックはオケもボーカルも本当はあるんですが、エイコンデジタルさんのリミックスというプラグインがあります。こういうやつですね。ボーカルとか楽器を5つに分離できます。そしてこの一番左のボーカルだけがメーターが上がっています。他はこうやって全部下げてあるわけです。 ということはイコールボーカルだけです。そして、なるべくリバーブとかがない方が判断がしやすいということですので、ここで rx10 の d リバーブというこういうソフトがあります。これでリバーブ成分をなるべく取るという作業をしています。まあ、皆さん。 これを持っていなければ、これがない状態でですね、やっていただいてもいいですし、このリミックスのような便利なプラグインを持っていない人は、今までにも何度も紹介していますように、UVR5 という便利で無料のボーカルセパレーターというソフトがあります。はい。こういうようなソフトなんですけれども、これで SnowAI でできた楽曲の ボーカルとオケと二つに分けることができます。これ無料ですので、また概要欄にも貼っておきますので、これで分けてください。いわゆるボーカルだけにしたいわけです。このボーカルと言ってるのは、AI 音声のボーカルじゃなくってでも自分の地声でもいいです。ですからマイクで録音をされてもいいわけです。その声がこれから紹介します いろんな素晴らしいボーカリストの声に変わるということです。この無料のソフトも素晴らしいソフトですので、ぜひ使ってみてください。そうやって分けました。そして僕のパソコンちょっと CPU とかが強くないですので、これをレンダリングされたオーディオトラックに変換します。もうプラグインもかけた状態で通常のオーディオに変換してしまおうということです。じゃあ、 これを選択して OK をするとこのようにオーディオトラックになりましたもうプラグインも入っていませんですから上側がボーカルで下側が伴奏ですですから今それを2つソロにしてありますからこれで鳴らすとはいこういうふうにもなりますしそしてお、OK、けを消してしまうと Never give up. はい。こういう風になってるわけですね。この下の赤いところ、これが今日のプラグインをもう入れてあります。先ほどの声をこのフローナという人の声にもう変えてあります。その声ですけれども、ちょっと聞いてみましょう。今のフローナというのはこんな声です。This is my voice. このようにサンプルを聞くことができます。This is my voice. こういう男性の声もあります。This is my voice.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  はい。ちょっとがなりが入りましたね。次なんかもすごくいい声です。This is my voice.This is my voice. こんなしゃがれた声もあります。また、子供のような声。This is my voice!This is my voice! こんな声がたくさんあるわけです。そして、このソフトは無料です。この上の方に今8790トークンあるという風になっています。最初9000トークン無料でプレゼントされます。これを使い果たすか、もしくは 一週間経ったらですね、新しく自分で購入しないといけないということになります。そして、この先ほど言いました、フローナ。この声に変更しましたので、これと伴奏でこんな風になります。Worry, ちょっと低めの声になりました。でも、キーは合っています。最初はこれでした。 はいオクターブ下みたいな声の素なんですねはい今度は男性の声でテストをしてみましたこの赤の2つ目のトラックこれですちょっと聞いてみましょう <music> こんなような声ですちょっと声が低すぎるとか高すぎるとかいうことはありましたよねここれはこの各 最後のところに E の4とかいう風になっていますよね。4の高さのノート、その辺を中心にやると一番いいですよということなんで、この声を使うんだったらキーを変更したりする方がいいです。今日は細かいところまでやっていません。そこはご了解ください。でもばっかしを先にやりますね。下にこのように楽器をやってみようということで、 音を録音しました。どんな感じか聞いてみてください。はい。僕の下手な声で、トゥ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 と言いました。そしてこれをトランペットの音で鳴らしてみましょう。はい。今トランペットの音になっていますよね。これどのようにしたらこのトランペットになるかというと、ここのタブを ボイシーズというのからクリエイティブというのを選びます。そうしましてずっと選んでいくとトランペットというのがあります。この楽器の種類というのは案外たくさんありまして DTM ステーションさんが表にまとめてくれてあるんですけれどもこの黄色い表ですね。このようにトークボックスやハープ、エレクトリックベース、スラップベース、 とかいう風にありまして、サックスフォームもあります。トランペット、トロンボーン、ストリングスなど。この時に、今はトゥッ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 トゥ,トゥって歌いましたけれども、ストリングスの場合は、ストリングらしく歌ってほしいということなんですね。ふぅーふぅーふぅーとかいう風に歌ってほしいということです。じゃあ、この歌ったものを どのようにしたか。これは、ボーカルの時も一緒です。先に、ここでですね、分析というのをします。プラグインをオンにすると、ここで、キャプチャーというボタンになります。まず、これを、音を聞かすということですね。はい。2小節目の点灯ぐらいから入っていますので、この辺から再生をします。キャプチャーボタンを押して、再生をして、 そして、気化して止めるということです。キャプチャーボタンを押します。再生します。このようにして、音を聞かせるということです。そうしまして、その後、スタートプロセッシングというボタンがありますので、これをやります。そうすると、しばらく時間がかかります。これは、 音源の長さの約倍ぐらいの時間がかかるということです。ですから、まあ、もう10秒ぐらいでできると思います。はい、できました。こういう大きな緑のボタンが出てきたら成功しているということになります。じゃあ今度は他はミュートにして、まずこれだけで聞いてみましょう。チュチュはい、こんな風な 音になるわけです。プラグインを切ってみましょう。元の声ですね。はい。これがこんな音になったわけです。先ほども言いましたように、例えばストリングス。これにする場合は、優しい歌い方をしておかないといけないんですが、あえて今のままやってみますね。一度リムーブをします。そしてストリングスを選びます。 そして、キャプチャーボタンを押します。再生します。はい。そうしまして、スタートプロセッシングをします。この結果は、あまりうまくいかない可能性があります。ちょっと聞いてみましょう。ストリングスと言いましても、どちらかというと、 ベースのようだったのかもわかりません。はい、こちらの方のストリングスをやってみましょう。はい、聞いてみます。はい、まだ先ほどのベースの方が良かったぐらいですよね。もう一度戻しましょう。はい。 このベースにしてみましょうグリッキーディープベースとでも読むんでしょうかこんな感じですはいなかなかいい感じですのでこれでオケとボーカルと一緒にやってみましょう,うはいなかなか面白いですねこんなふうに いいろんな声に変えたりととうことがでできるわけです。他の声とも合わしてみましょうおまあこれも雰囲気としてはいい感じですよねこのようにボイスを変えたりそして楽器が弾けない人が鼻歌のようにして歌を歌えば楽器に変換してくれる。 これってすごくいいですよね。ちょっとやっていないようなものでドラムというのをやってみましょうちょっと録音をしました僕の PC が先ほども言いましたようにレイテンシーが大きいですので録音をしてそしてずらしてあります聴いてみてください はい、全然リズムが良くないですけれどもちょっとこれでやってみたいと思いますキャプチャーをもう一度押しますそして再生しますプロセッシングをします僕のクラップのリズムが悪かったことはご勘弁くださいじゃあどんな風になるか聞いてみましょう ドラムらしい音になりましたね。よかったです。まあリズムはちょっと置いておいて、このようにドラムの音が手拍子で鳴るということです。じゃあ最後に金額などのお話をさせていただきましょう。このソフトはトライアル版というのがあって、9000トークンで約15分のプロセスができるようになっています。そして左からスモール、ミディアム、ラージということで、 サブスクではなくってトークンを買い取るということですので、例えば一番左のスモールを買って約120分できるということになりましたら、それで何ヶ月かかってやろうがですね、120分は120分です。ですから今月早く使わないととかもったいないなということはないですので、買い取りですからとっても親切ですよね。 そして、まあ、金額の方も手ごろだと思います。120分で3800円ということですから、5分の曲があったとしたときには、まあ、ボーカルだけで言えば、約20回強ですね。それができるようになるということです。まあ、600分でも1万3000円と、本当にお手頃価格だと思いますので、ぜひ僕も、 目的をはっきりしてから購入してみたいと思っています。日本国内ではメディアインテグレーションさんが総代理店になっているようです。メディアインテグレーションさんから購入することができるということです。ぜひ皆さんもこの新しい技術をうまく使ってやってみましょう。僕が使いたいやり方というのはボーカルの方はそんなにもなくってですね、ソロ楽器、 サックスであったり、バイオリン、そういうものを手軽に鼻歌から入れれる。それを一番期待をしてやっていきたいと思っています。では、皆さん今日も長い時間聴いていただきましてありがとうございました。まったねー。